ジャイブの解説していきたいと思います。これはスラローム向けのジャイブですね、これのね、特徴的なものとは、その特徴的なことを分かることによって、もしねあなたがうまくいってなかったところを修正するときに、ね、役立つかなと思いまして、お話ししていきたいと思います。これは、ね、どっちかというと、例談っぽいのかな、セールのパワーポイントの使い方がねちょっと特徴的なので、まあ、このねセールのパワーポイントをどこに置くかによって変わってくる、それがね理解できると、今のあなたのジャイブがもしかしたら変われるかもしれないのでという話です。じゃあね、行きましょう。じゃあ解説していきましょう。まずこれは、アビームから下り始めて、ジャイブのアプローチに入る段階ですね。とにかく引き込んでスピードを下らしてトップスピードを上げていくっていう形でこれやってますね。まあ、かなりね平水面なんでその辺は楽かもしれないですね。でこうやってしっかりと引き込んで下ってきた、はい、体重を今度はセンターの方に戻してハイクアウトから、倒れ込み内傾に持っていくわけですね。でちょっと今開いてるのかな、これちょっと開いてくる、この後にねまたね、でこの時で結構重要なブーメンドしっかり下がってますよね。でコンバージョン、体がまだそんなに前行ってないのかな、うん、ここからじゃあ入ります。お体前持ってきましたよね、今ね足を置いてほら体が、これがコンバージョンで、これはねちょっとブームエンド上げてますよね、下げた状態でいってない。これはなぜかというと、これはねこのアプローチと、その段階によって違うんですね。ウェーブとちょっと違うので、これクォーターで下って、そんでクォーターで抜けるっていう方向なんですよ。クォーターでアプローチしてクォーターで抜ける、だからレールを入れる角度ってのは高々90度ぐらいしか入れないんですよ。だから見ると分かるんですけど、一瞬なんですよ入れるのって、キュッと。それなので前に出るっていうのがちょっと意識なんですね。でもこれね特徴的なんで、この後面白い、いいですか。でここで踏み込んで倒れ込めないけね、体がぐーっと前に倒れ込んできます。ほら倒れてきてるでしょ、ほら内傾がどんどん倒れ込んで、45までいかないね、うん、もうちょっとこうマストでを縮めて、体があと、マストと同じぐらいね体の背骨が入ってくると、もっともっとギュイッという行く可能性があるんでね。でもこのままだとね実言うとグインといかないんですよ。で彼は何をやるかというと、セールのパワーポイントね、いいですか、ここで倒れた時にっていうのはセールのパワーポイント、ほら体の正面からちょっと前にあるんですよ。だからちょっとフォアレイキっぽいんですよ、この段階までは。ただこの状態だと彼の場合だと多分ねこうギュインといかないんですよね。これなぜかというと、内傾がマストの倒れてるとこまで内傾だから、内傾はちょっと深くないんですよ、うん、ということね。そして彼はここでねテクニカルですね、これをどういう風にして入れるかっていうテクニックね。でこう来てここからグーって倒してフォアでいきっぽいんだけど、ここから私がよくねブームを巻き込むっていう方を言い方するんだけどね、ほらセールのパワーポイントね、ハーネスラインのちょうど中心ですよ、これを体の後ろに持ってくるんですよ。ほらセールのパワーポイントを体の軸のよりもっと後ろ持っていっちゃうんですよ。そうすることによって後ろ足に実言うとセールのパワーポイントを合わせてるんだね。これが俗に言うレイダウンなんだよね、これが俗に言うレイダウンなんですよ。そうするとねキュッと入るんですよ。ただキュッとは入るんだけど、ここで見てもらうと分かるんだけど、かなりテールが沈んでるんですよ。そうするとこれってね実はブレーキングなんですよ。これでもっとこれ巻き込まない、今のねジャイブ、今のスラロームジャイブもそうなんだけど、そんなに巻き込まないんですよ、みんなここまで後ろの足ね、膝のところに背のパワーポイント持ってこないんですよ。これもうちょっと後ろまで来ちゃってるんですよ。だからフィンぐらいまで背のパワーポイントは行っちゃってるんだよね。そうするとそこを中心とするから、ガンってテールが沈んでキュッと入ること、キレは出るんですよ。ただキレが出るってことはそれだけ押し込んでてやってるわけだから、これブレーキは多少かかっちゃうんですね。なんか今はどっちかというとこのセールのパワーポイントを後ろに持ってこないんですよね。体の正面から逆にちょっと前ぐらい、正面せいぜい正面ぐらいからちょっと前ぐらい、5度とか10度ぐらい前ぐらい、そこにガーンと出して、そのためにね、それでもグッとレールを入れるためには何が必要かというと、これ内傾なんですよ。一番最初にやって、アプローチの段階でマストの倒れた角度より体の、ね背骨のラインがちょっと浅かったんですよ。ちょっと V の字になったんですね。これが逆に背骨がもっとこうやって入って、自分の体があと20度15度30度内傾に入ってれば、自分の軸でねグッと押せるんで、また話はちょっと別なんだけどもねって、多分じゃない、そうなんですよ。だからこれだとほらサブロクに見えるでしょ、360度に見えちゃうよねこれね。ででも
これだとね、大体一般の人ってこれ多いんですよ。でセール返すときにテールに体重がかかってもう失速したんですよ。でも彼の場合はここから失速しないんですね。なぜかっていうと、これ見てください。セールをこれぐーっと前に出していくんですよ。ほら、ぐっとここまで来たやつをぐーっと前に持ってきて、でセールを返すんですよね。でクォーターで抜けていくんですよ、ということなんです。でもこれはね、それがね、これの特徴なんで、セールのパワーポイントね。だから今だったらここまでセールのパワーポイントを後ろに持ってこなくてもいいのかな。一般の人はそっちの方が絶対いいですよね。だってそこまで早めに早く回すとバーンって前に返せないんだからっていうことね。うん。でまあ上手い人なんで、重心もね、後ろ足にかかって体重をちょうどね、横乗りぐらいまで重心をしっかり戻せるんですよね。一般の人ってなかなかこう後ろに合わせちゃうと、セールのパワーポイント後ろに重心がかかっちゃってね、後ろ足にかかっちゃってるもんだから、それをね、前傾で持っていけないんですよ。それがね、横乗りからもっと前傾に戻せないんだよね。だからそこで後ろにかかったままセール返そうとしちゃうから、だいたい失速っていうのが多いんだけどね、っていうのがこれの今回のね、見た特徴なんですよ。だからこれを見てもらうと、それができるかできないかなんですね。ぐーっと来て、ほら後ろ足一本でしょ、これ絶対完璧に後ろ足一本でしょ、ほらこんなに前行く、こちらさ36でもビャーンってくるんですよ。一瞬入るんですよ。でセール返す。でこれはね、いいですか、これはスラロームのクォーターからクォーターに抜けるジャブの特徴なんだけども、これは全体の流れをキューって見ると、ぐーっと来て、ほらいいですか、角度的には90度ぐらいしかレールが入ってないですよ。ね、ここまで来て、キュッとここで入った、ボトムが見えた。ね、ボトム見えましたよ。で、ね、クォーター、逆の、反対のクォーターですね。で、もうボードをフラット戻してますよね。ってことはですよ、まあ単純に考えれば、90度なんですよ。45度下って45度で抜けるわけだから。一瞬なんですよ。レールのコントロール一瞬、このクォーターからクォーターに抜ける一瞬のレールコントロールでキュッと入れるだけだったら、これでも全然 OK なんですよね。でしもうね、内傾そんなに必要ないんだから、逆に内傾取りすぎちゃうと戻すのがめんどくさいっていうこともあるんですよ、スラの場合はね。クォーターからクォーター抜けるために、でも一般の人はジャイブをするときにクォーターからクォーターに抜けるってジャイブってほとんどしないんですよ。だし元の位置に戻らなくちゃならないんだもん。アビームで行ったアビームに戻るのが一番いいわけでしょ、本来はですよ。まあ長い距離を取って登りながら帰ってくるんだって話は別だけどね。でもそれだってね、 100% 全部が10回のうち10回クォーターからクォーターに抜けるジャブは絶対しないわけですよ。一般の人ほとんどがアビームからアビームのジャブなんですよ、目指すのはね、本来はですよ。うん、それが一番楽だもん、だし戻ってこれんだもん、自分のところにね、っていうことですよ。だから最初の練習としてもほぼね、そういう練習するわけですよ。そうするとこの90度しかレールに入れないっていうこの形を練習しちゃうと、ジャイブ練習してるだけで絶対に戻ってこれないんですよね。でこれは特殊なんですよ。だから実を言うと、クォーターからクォーター、超ダウンスラロームでクォーターからクォーターしか抜けない、マークを回るときに必要なやつね。一般の人この練習しちゃうと絶対風下に下っちゃうんですよ。だから一日の半分以上は上りに費やさなくちゃならないって話になっちゃうんだよねそういうことね、うん、だからこれは何かというと、何が今回ね言いたいかというと、私は、このスラノムジャイブでもですよ、アビームからアビームにレールを最後までコントロールしたジャイブっていうのが必要なわけね。まあ、最初にアプローチの段階はスピードが必要なんで、クォーターに下してもいいです。でも出口としてはアビームで出口を取りましょうっていうぐらい必要なんですよ。そのためにはこのジャイブと大きな違いっていうのは、内傾をもっと取らないとダメってことね。すぐ戻さないんだから、一瞬しか入れてないでしょこれ、体食って内側に、ほんで一瞬なんですよ。それをもう少しこう入れなくちゃなんだね。それが実言うとウェーブのジャイブね、
に近いというかウェーブのジャブなんですね。だからスラロームをずっとやってる人がね、ウェーブをやった時にそのスラロームジャブしか練習してなかったね。だからまあ一般的に言うとね、大体ねこれ雑誌なんかでもそうなんだけど、ほとんどスラロームジャブなんですよ、教えてたのは今までね。だからそれをずっと練習してきた人が必ずねウェーブをやり始めて言うことが、トップに上がれないって言うんですよ。せいぜい頑張っても45度ぐらいしか上がれないと。波が嫌に遠いんですよね、ボトムターンするとっていうと、なかなかリップが来てくんないっていうことは、どういうことかというと、このジャブなんですよ。一瞬レールを入れて45度なんですよ。せいぜい90度しかいかないのね。ウェーブで本当に上手い人たちは真っ立てに降りて真っ立てに上がる、180度もあるのに、その練習は全くしてきてないんですよ。っていうか全くしてないというか、その意識しても意識もないんですよ、ジャブで。ってことはですよ、いきなりウェーブに乗って180度でリップに上がろうって、これ絶対無理なんですよ。だってその形になってないんだから、その練習したことないからっていうこと。だから私はこうオールラウンド的に考えて、スラロームでウェーブでも全てがジャイブとして楽しんでいけるっつったら、もうこれを最後までレールをキープするっていうね、レールをキープしながらやるジャイブっていうことをね、散々言ってるわけじゃないですか。うん、これでね少し納得できたかなってね、聞いてる人が、あ、そういうことだったのかみたいな思ってくると、本当は嬉しいんですけどね、うん、これがね結構重要なこと。だからどういうことかっていうと、そのために必要なのはこのジャイブに足らない、ね、このジャイブが悪いっていうんじゃないですよ。これはクォーターからクォーターから抜けるジャイブなんで全然いいんですよ、ね、でもこれのイメージをずっとやっていくと、あなたのジャイブは進化しないってことね。この人は他のジャイブも多分できると思います。これはね、クォーターからクォーターに抜けるジャブだと思うんですよね。でも最後にクォーターから抜けるときに、クッとこうすぐ体戻しまして、あそこでもっと体軸でしっかりとレールを入れる。体軸で入れればね、スラロームの人だって結構、でもこれ結構ね、スラロームって細いんだよね、これね。だから多分100リッターぐらいしかないようなちょっと気がしたんだよね、見た感じね、幅でね。だからもっともっと押し込めるはずなんですよ、最後の最後まで。もう一瞬ね、もう一クッと踏ん張り、だからあと20度ぐらいグッと内側に倒れ込むっていうねことをすれば、もう少し長くね行くんじゃないかなと思うんですよね、うん、だからあとはもう少し内傾が強くて、体軸でレールをグッともっとしっかり踏み込めれば、テールがあんなに沈むこともないし、マストの位置を 前に持っていけばね、前に持っていってもこうしっかり踏み込めて、体軸で踏み込めるから自分の体重が 100% 使えるんだね。体軸内傾がちょっと弱いと、多分これだと多分ね、軸としたらね7割ぐらいしか自分の体重とパワーが使えないんですよ。だからこれを内傾があと20度ぐらいとかね、30度、強めること、30度は大げさかな、うん、強めることによって自分の体軸ね、体重 100% 使えちゃうから、そうするともっと踏み込めるんだね。そうすると今度は踏み込んで、だからレールが長くても踏み込れるね。これレールが長いとね踏み込めないから、テールにピンポイントで押さえちゃうんだよね。だからテールジャイブっぽくなっちゃうんだからね。もっとレールを入れるってカービングするイメージでいくと、もっとレールを長く使うんで、体重が、そんな前に後ろに、後ろ足一本じゃなくて、もっと前傾を取りながらの内傾になってくるんだね。だからセールのパワーポイントがもうちょっと体より、もうちょっと前、15度ぐらい前とかね、20度前に本当は行くはずなんだね。そうするとグッと踏み込めて、カービング、レールを長く使って、レールがねボトムが見えるようなジャイブをすれば、これ失速も少なくなるね。そうするとそこで早めにセールを返したと、そしたらクォーターに抜けるので、もうね、これはクォーター抜けてセール回線にパンピングしてるでしょ。ってことはスピードが足んないってことなんですね。それをしなくてもものすごい勢いで抜けるっていう可能性もあるんですね。これが、まあ、結構最後の話とこれ難しくなっちゃってね、イメージつきづらいと思うんだけども、うん、分かる人はね多分分かると思うんだけどもね、うん、ということなんですよ。だからそのセールのパワーポイントと体とね、体の軸とのポイントの合わせ方なんですよ、という話でした。ちょっとね、難しかったかな最後の方は。だからもしあれだったら、もう一回何回も見直してくれればね、言ってることは分かると思います。言ってることが分かれば、自分に置き換えた時に自分が何が必要かっていうのが分かってきますので、ぜひともね参考になればいいですよね、これね、うん、参考になったらジャイブ全然変わってきますので。以上です、ありがとうございました。